三仏寺の一三徳山三仏寺の一三仏寺は、鳥取県東伯郡三朝町にある天台宗の仏教寺院。三号は三徳山、国宝東入堂を有する。開山は、慶雲3年に、円の行者が修験道の行場として開いたとされ、その後、慈覚大師円仁により、嘉祥2年に、本尊釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来の三仏が安置されたとされる。鳥取県のほぼ中央に位置する三徳山に境内を持ち、古くは山全体を境内としていた山岳寺院である。中腹の標高470メートルにある東入堂の通称で広く知られる奥院の建物は、垂直に切り立った絶壁のくぼみに建てられた他に、類を見ない建築物で国宝に指定されている。また、三徳山は昭和9年7月7日に、国の史跡及び名勝に指定された。2015年4月24日には、日本遺産の最初の18件の一つとして、六根清浄と六寒治癒の地日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン1000のタイトルで認定された。法規民願記によれば、慶雲3年、修験道の開祖である円老小が、小森権現、勝手権現、蔵王権現の三所権現を祀ったのが、はじめとされている。開山時期の根拠として、飛鳥時代の金銅仏が存在するが、現在は流出し寺内にはない。三徳山は、同じ鳥取県所在の大山や、戦場山と同様、山岳信仰の霊地として、古くから開けていたことが想像される。なお、小森権現、勝手権現、蔵王権現はいずれも奈良県の吉野山に祀られる、神である。前出の、法規民願記によれば、嘉祥2年、慈覚大師円仁が、釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来の三仏を安置して、浄土院美徳山三仏寺と合したと伝わる。平安時代末期頃までの照らしはあまりはっきりしていないが、現存する奥院の小本尊、蔵王権現像の像内に収められていた文書には、仁嵐3年の年記がある。奥院の建物も、建築様式と年輪年代調査の結果から平安時代後期にまで遡るもので、この頃には山岳修験の霊場として時間が整っていたものと思われる。中世以降、文書、記録等に美徳山の名が散見されるが、三仏寺の寺号が文献に現れるのは江戸時代中期以降である。資料上では、寿永3年に三徳山に後白河天皇の御子と称する者がいたとあり、これが三徳山に関する最初の記載である近世に入って、慶長4年には、近隣の坂本村の内桃石が三仏寺に寄進され、寛永10年には、鳥取藩主、池田光中から桃石を寄進。これらの事領は幕末まで維持された。天保10年には、池田均君が本堂を再建するなど、近世を通じて、鳥取藩主の庇護を受けた。境内は、石段など、一般的な参道によりアクセス可能な山下区域と、滑落事故の前歴を有する、険しい一本の登山道によってのみ、アクセス可能な山上区域とに実質分かれている。山下区域山上区域山上区域への進入は、8時から15時まで、とされており、当該時間帯以外は、もちろんのこと、冬季及び荒天時には進入禁止となる。加えて、進入に際しては、寺側が定める入山手続きを踏む必要があるが、これに関しては、後期参照。首老堂寺院内において、時を告げる施設として位置づけられている首老が、当時においては、行者道のみによりアクセス可能でかつ、進入時間帯などで制限が加えられている、山上区域内に所在する。このため、例えば毎年大晦日に執り行われる除夜の鐘においては、通常ならば進入禁止時間帯となっている深夜帯に当時関係者並びに地元有志数名が登山して108つの鐘をついている。雪の積もることが多い冬季の、しかも深夜帯に行われることから一般参拝者の参加を断ってきているが、2013年の大晦日には、三徳山開山1300年祭の一環として、日本一危険な除夜の鐘と銘打って18歳以上の東入堂参拝登山経験者を対象とする参加者、一般公募を実施、これに応じた若干なの一般参加者と共に108つの鐘つきを取り行った。ありがとうございます。